風呂敷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 ジャパン三つジャパン。風呂敷や大和なでしこ、日本の伝統的なあの布、うん、ジャパニーズトラディショナルラッピングクロス。わかりました。あの日本はそういう思いやりとか相手を敬う心があるので、物を裸のままではなくてこう包んで差し上げるという文化があるんです。包みの文化、お重箱、お料理、おせち料理、あとはお菓子、あの何かよそのお宅にお菓子とか持っていくときに風呂敷に包んで持っていって、その場で開いて差し上げるんですけれども、最近の傾向として風呂敷ごとあげてしまうというのも、包み方、昔は宅急便がなかったので物の運搬に風呂敷が使われていました。あ、風呂敷もあのコットンであったりポリエステル、高級なものは白、夏は夏の風呂敷もあるので、うん、素材が夏の涼しげなものに変わるので、あの日本の有名画家の作品を風呂敷にしたので、こちらだと手書き